我が輩は肉である。誰が何と言おうと、肉である。我が輩の名は、ターキーである。前回のあらすーじ、普通のダンジョンに侵入してみたものの、ボスのリーチが長くて全く攻撃できない。アベルの腕が短い。フランスパンぐらい投げし。その後アベルの天才的発想によりボスを撃退。こんなもんよ。普通にマグマはせこいと思うんですけど。そしてパート9にしてようやく、新たな世界に来ることに。日没の世界、一体何があるんだ。強い敵がいなければいいな。この村を探索してみてはいるんだけど、特に何があるわけでもない。村人とかに話を聞いてみたら？ああ、それもそうだね。村人さん村人さん、なんて言ってるんですか？メイドさん、わかります？ですね。あなたが消えの道を行くことを望むならば、注意してください。それは危険だ。危険。私たちの素晴らしい村へようこそ。私たちのエンジニアの一人が、壮大な石のゴーレムを作りました。それはあまりにも凶悪です。私たちはそれを展開のダンジョンに入れました。ストーンゴーレム？召喚魔法のやつとは違うやつなのかな？ああ、それらの獣は再び悪くなった。あなたは彼女を可愛くすることができますか？いや僕に彼女なんていないっすよ。つまり、懲らしめることができるかってことかな。あなたが必要とするものは全て取ってください。私の家から見える景色が大好きだ。何言ってんの？こいつ話の脈絡がぐちゃぐちゃだな。何言ってるかわかんないし、進もうか。それが良さそうだね。ちょっとあちらの世界を探索する前に、あるものを作ろうかなと。あるもの？マジカルジェムと、本、使うものはこの二つ。何？魔法の本でも作る気なの？まあ、あながち間違ってはないかもね。これとこれを組み合わせると。はい。で、これ何？長くて見切れちゃってるけども、これは MP の量を増やす本だよ。ああ、これで MP の最大量が増えるのね。増えてる？あれ？なんで増えてないの？メイドじゃーん。これはですね、本のレベルが低いからですよ。へぇ？本のレベル？言われてみれば、耐久値が低いわね。この本は、レベルと引き換えに本をアップグレードすることができるんです。つまり、レベルを使えば耐久値が増えると。その肝心のレベルはいくら必要なの？確か、1回アップグレードするのに、15レベル必要だったと思います。15も必要なのか？アップグレードが終わるまで、先は長そうね。というわけでやってきました巨大な木。あ、飛んでる。チートだチーターだ。だってこうしなきゃ怖くて進めないんだもん。ほら、敵が湧いたよ。そりゃ湧くとは思うけど、どういう感じのダンジョンなんだろうね。村人も危険って言ってたからね。慎重に進まないと。頂上にはボスが待ち構えてるかもしれないからね。いや、それはそれ。なんか起きてるー。やっぱり何かが湧いてるんだ。楽しくなってきたぜー。こんだけ巨大な木なんだから、強いボスがいてくれなきゃね。でもワンチャンさ、下に落とせたりも？しちゃうかも。で、一通り見て回ったんだけど、ここから登るのが安全そう。ようやく上に登っていくのね。お宝がたくさんあるといいんだけどな。周りにはトロールのスポナーが埋められてたし、それ以上に強いボスがいるってことだよね。まあ、そうなるだろうね。でも今の俺なら大丈夫。何がだよ。だって僕、成長してるんだもん。そりゃもう立派にね。黙ってろよ、生きりとか。生きってないですし。わら、ってアイアンゴーレム？なんでこんな上の方にいるんだ。何この村人？一人だけここに立ってるけど。まさか、他の村人から生贄としてここに？その可能性はなきにしもあらずだね。話を聞いてみるか。なるほど、まったくわからん。なんとなくだけど、骨を32本持ってきてくれって言ってない？ああ、確かに、それで何かのイベントが進むのかな？この巨大な木で何かが起きるのかもね。わーおー、じゃあ早速骨を持ってきますかね。持ってきました。おお、早かったな。これを渡せば。メタリックコイン。これって、村人と交易で使うやつ。いや、これだけ？骨が32本あれば、いくらでも交換してくれると。よし、こいつ生贄にしよう。賛成だね。まあ、上に登っていきますか。でも今のところ、全然敵いなくない？そうなんだよね。むしろ村人が住んでるんだよ、ここ。下はモンスター湧くけど、
この巨木は村人たちの住処なのかな？その可能性が高そう。でも住む場所としては最高じゃない？ここに引っ越しちゃう？いや早く拠点完成させろや。トロトロしてんじゃねえぞ。すみませんでした。そしてこの巨木、何したらいいんだ？ただ村人の家があるだけだからねー。上に行くしかない？上に行っても何もなさそうだけど。上へ参りまーす。お宝でもいいから何かあってくれ。じゃなきゃただのでかい木だぞ。この木をカットオールで切ったらどうなるんだろう。お前、それ翼のない鳥みたいなもんだからな。それはそれでありなのでは？なしだよ。あ、あれって。何か見つけたの？上の方にゲートらしきものが。え、このゲートって、ネザーゲートじゃねえかー。なんでこんなところに。そういえば、ネザーってまだ行ってなかったよね。ネザーか、やっぱり道なる敵がうようよいるのかな。ネザーはですね、とても、とても危険な場所ですよ。やっぱり強敵がいたり？それはもういっぱい。まあネザーはまた今度ということで。それもそうだね、装備もまだ揃ってないし。いやでもアベル、これからどうするの？結局この巨木何もなかったしな。それだったら、もう一つのダンジョンに挑んでみてはどうですか？もう一つのダンジョン？そういえば、右の方にも道があったわね。そっちにボスとかがいるのかな？それじゃ、そっちに行ってみますかね。うおお、新たな武器発見。さささ、30ダメージ？めちゃ強じゃないですか。と、巨木でのレアアイテムが、これだけだったという。ホイストにでかいだけじゃねえか。あれがさっき言ってたダンジョンか。巨木に何もいなかったってことは、こっちに何かいる可能性が高いよね。ああ、何か建物見えるね。ちょっと怖いけど、行ってみようか。お宝求めてレッツゴー。さあ、この剣で試し切りしてみようかね。一撃で倒せちゃうんじゃ？女？うわーお。マジで一撃じゃん。あっても耐久値が減ってるよ。でも、少しずつ回復してない？一撃30だけど、クールタイムがあるってことか。まあ、さすがに30は強すぎるからね。てかめっちゃ鉄鉱石あるんだけど。ゲットし放題だ。この先に道が続いてるみたいだね。むむむ？むむむ？かかってこいよシーフ野郎。一撃で倒してやんよ。おーおー、雑魚的にはかなり便利かもねこれ。んじゃ、どんどん進んでみましょうか。なんだか不思議な道してるけど。ところどころに鉄鉱石があったりなかったり、何か意味があるのかな？当てねえよ、意味を求めるから意味という概念が生まれるんだぜ。つまり、なんであるのか意味わかんねえから何も考えたくない。まず考える頭がないだろ。あれ、この先行き止まり？あてか、向こう側が正規ルートなんじゃないの？なんだよ、こっち関係ないのかよ。一応まだ道は続いてるみたいだけどね。でもこっちから進んでみよう。というわけで、到着しましたぜー。ここがもう一つのダンジョン？あれ？あれ？村人いるんですけど。ってことはここもダンジョンじゃないじゃん。全部村人の拠点じゃねえか。ああ、ここは炭鉱的な場所なのか。通りで鉄がいっぱいあったわけだ。けどまあ、最初に来る世界としては良かったのかもね。ダメだダメだこんなの。俺は強いボスと戦い、勝利しなきゃいけないんだ。なんでそこまでやる気なのよ。メイドさんが俺に惚れる確率が上がるだろう。この発言に関して、メイドさんから一言ありますか？惚れることは 100% ないと思います。それで、ここには何もないのかな？ TNT まで設置してありますよ。危ないですね。100% ないって。あ、でも、下の方は調べてみる価値はあるかもね。もしかしたらダイヤがあるかもですね。どうせ俺なんて。地下に来ては見たものの、何もなさそう？石炭と鉄鉱石があるくらいへ？なんでこんなところに赤石ブロックが？怪しすぎるだろ、絶対何かあるよこれ。近くに何もないみたいだけど。だとしても怪しいって。近くから溶岩の音聞こえるし。こっち側に溶岩源があるみたい。かまど？こっちにもかまど？なんなのよこれ。めっちゃかまどが置かれてるんですけど。ああ。空間。こりゃ何かありそうだな。いや何この空間。アイアンゴーレムもいるけど。痛い？なんで？危険だよここ。絶対行かない方がいいって。そういう危険な場所に行くのが男ってもんだよ。でも、なんでこんなにかまどが？この道ってさ、さっき通ってた道じゃ。あ、確かに、これって、さっきの道の続きだったんだ。遅かれ早かれここには来てたってことか。謎すぎるけど。でも、ゴーレムがいるってことは安全なんだよね。そうだろうけど、あ、もしかして、何かわかったの？ここ、鉱石を焼くための場所なんじゃないかな。ああ、それで溶岩が燃料と、それなら納得だね。まだまだ色々ありそうな気はするけどね。んじゃ、もう少し探索してみようか。